ねえ、マリサ、なんだ？初めての時のことって、覚えてる？なんだいきなり？まあ、覚えているような覚えていないような。というか、霊夢はどうなんだ？私は、初めての時、興奮して夜通しプレイしちゃったわよ。最高だったわ。おいおい、こんな話してて大丈夫なのか？これ軍事チャンネルだよな。やっぱり黒くて大きくて、一晩中プレイしても飽きない。PS5 は最高だわ。って PS5 の話かよ。ああ、初めてといえば海上自衛隊の護衛艦加賀に F-35B 戦闘機が初めて着艦したらしいな。加賀も初めてを経験したの？これは気になるわね。ということで今回は2024年10月20日海上自衛隊の護衛艦加賀に F-35B ステルス戦闘機が初めて着艦したことが発表された。お送りするぜ。皆様の意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、2024年10月20日、海上自衛隊の護衛艦加賀に、F-35B ステルス戦闘機が初めて着艦したぜ。待ちに待った瞬間ね。ああ。これにより海上自衛隊の軽空母計画がさらに進んだと言えるぜ。そんな F-35B は、短距離離陸と垂直着陸が可能なステルス戦闘機だ。第5世代戦闘機なのよね。そうだぜ。今回の着艦は、2021年以来、海上自衛隊の艦艇への着艦としては2回目なんだぜ。じゃあ、海自の艦艇への着艦としては初めてじゃないんだね。ああ。加賀への着艦は今回が初めてだったけどな。日本の防衛的にも重要な事例になるわね。そうだな。それじゃ今回は、加賀に F-35B が初めて着艦した理由、これからの海上自衛隊での運用についてもじっくり解説していくぜ。お願いしやす。加賀は、出雲型護衛艦の2番艦で、2017年に就役し、現在は呉基地を拠点としているぜ。基準排水量は19,500トン、全長248メートルで、海上自衛隊最大の艦艇なんだ。へぇ、海自最大の空母、護衛艦なのね。ああ。まあ、2022年から軽空母化改修が施されていて、F-35B の運用に対応可能な仕様になっているな。やっぱり空母なのか、ゲフゲフ。現在、加賀はサンディエゴ沖にて、F-35B の運用試験を行っているぜ。それじゃ、加賀は空母化されて、海上航空自衛隊の正式な戦力になったというわけね。まだ空母化への途中だがな。でも自衛隊に、F-35B という最新鋭のステルス戦闘機が加わったのが事実だな。もはや、これまでとは異なる次元の戦術戦略を実現する準備が整ったとも言えるんだぜ。確かに PS4 と PS5 じゃ全然次元が違うのよ。PS4 は名作揃いだから侮れないぜ。まあ、日本における自衛隊戦力の拡充は、平和維持のための重要な要素だからな。そうね。加賀の役割は単に自衛にとどまらず、広範な防衛活動へと拡大していくための重要な存在なんだわ。その通りだぜ。最近は C 国やロシアが日本の周りで好き勝手やってるしな。北朝鮮とかお隣さんもね。ああそんな対抗勢力に対する抑止力を高めるためにも、F-35B の配備をどんどん進めるべきなんだぜ。空と海の連携がさらに強化されれば、敵も容易に攻め込んでこれないしね。さて、海上自衛隊の大型護衛艦加賀は、事実上の空母化を進めるため、2度にわたる大規模改修を受ける計画が進行中なんだ。いつから工事が始まるの？2024年3月に1回目の改修が完了しているな。これにより、F-35B ステルス戦闘機の発着が可能となったわけだ。ほうほう。その結果、10月21日にはアメリカ西海岸沖で、アメリカ軍の F-35B を使用した初めての着艦試験が実施され公開されたぜ。写真では F-35B が加賀の甲板に垂直に降下する様子や、着艦後に機体が甲板に固定される姿が収められているぜ。かっこいいわね。この試験は11月中旬まで行われ、その間に発艦試験も実施される予定だな。おお、発艦訓練も行われるんだね。ああ。また、今後加賀では2回目の改修が行われ、内部区画の変更などが施される見込みだ。いつ完成するの？最終的な完成は数年後を予定しているぜ。一方で、加賀だけでなく、出雲も同様に空母化の改修が進行しているんだぜ。出雲はいつ頃、F-35B を着艦できるようになるのかしら？いや、これがすでにできるんだな。そうなの？2021年には F-35B の発着艦試験がすでに行われているんだぜ。出雲の方が先に初めてを済ませてたのね。言い方が、際どすぎるんだぜ。でも、日本って空母保有できないのよね？まあ、出雲と加賀に関して、政府はこれらを常時攻撃型空母として運用する予定はないんだぜ。霊夢の言うように、
憲法上の制約から攻撃型は持てないわけだが、現段階の運用構想では空母には当たらないと政府は強調しているわけだぜ。そうなのね。まあ、簡単に言えば、加賀と出雲は F-35B の発着艦を可能なように改修を受けて、実質的に空母化されつつあるが、攻撃型空母として運用するつもりはないから、保有しても憲法違反に当たらないってことだな。そんなめちゃくちゃな理屈ってあるの？あるんだぜ。そもそも出雲型はただの護衛艦なんだぜ。そうね。F-35B が発着艦できるだけのただの護衛艦なのよ、古江。しかし、それはあくまで防衛を目的として、攻撃型空母ではないという政府の立場を維持しているだけなんだな。出雲と加賀の軽空母化は、周辺国に対する強力な抑止力になるしな。そうね。周辺国の動向を考えれば、空母化するのはまさに現実的な選択と言えるわね。ああ。両艦が F-35B の運用を可能にすることで、海上自衛隊の戦力をネクストレベルへ引き上げてくれるんだぜ。新たな時代の幕開けなのよ。視聴者の皆さん、出雲と加賀、両護衛艦は空母だと思いますか？コメント欄で教えてね。軽空母化されたら、C 国とか北が黙ってなさそうだけど大丈夫なの？ああ、確かに、出雲型の空母化に伴う問題も多く残されているんだ。問題って？まず、人員の育成だな。ほうほう。それに、補助施設の整備も必要だし、支援艦艇の増強も不可欠なんだぜ。確かに、出雲と加賀だけで運用するのは無理があるわよね。ああ。空母といえば空母打撃群を形成するのが普通だし、アメリカの空母打撃群なんてまさに大所帯だからな。大名行列なのよ。これから常時運用体制を整えるためには、もう一隻の軽空母の追加が望ましい状況なんだぜ。もう一隻って、そんなお金ないでしょ。まあ、お金の問題もそうなんだが、これらの護衛艦の運用実績を積み上げて、将来的に本格的な空母能力を持つ護衛艦の導入につなげていく必要もあるんだな。じゃあ、出雲と加賀の軽空母改修は、将来の空母打撃群形成に対する予行練習ってこと？そんな感じだな。日本の防衛力を新たなステージへと進める重要な一歩であり、今後はさらなる装備と運用体制の拡充を進めなければいけないんだぜ。なんだか大変そうね。でも、これらの艦艇が日本の安全保障の中核を担う存在となってくれれば、安心なのよ。ああ。それに現実にはこれらの艦艇が攻撃型空母として呼ばれることはないと思うが、敵対勢力にとっては事実上の空母として見られることは間違いなく、特に C 国はその動向に敏感に反応しているんだぜ。やっぱり日本の空母に反応してるのね。そんな C 国の海洋覇権主義に対抗するためにも、出雲と加賀は、今後ますます重要な役割を果たすことになるんだぜ。それじゃ、C 国が日本に攻め込めないように、どんどん艦隊の拡充を図りましょうよ。そうだな。日本のこれからの発展と平和、そして国民の安全を守るためにも、空母をもっと保有するべきなんだぜ。石破さん、空母、あと2隻お願いします。さて、そんな出雲型は、洋上補給基地としての役割も果たすことになるんだぜ。洋上補給？なんなのそれ？洋上補給だぜこれは、洋上の艦船から、艦船またはヘリコプターに対して燃料飲料水食品弾薬等を補給することだな。ほうほう。古典的には補給艦と受給艦を柵で結んで行うコンレプコネクティドリプレニシュメントが行われてきたんだが、ドライカーゴなんかではヘリコプターを用いたバートレプバーティカルリプレニシュメントも行われるんだぜ。なんだかよくわからないけど、洋上補給は大切だってことでしょ？もちろんだぜ。そして、出雲と加賀に搭載される F-35B が持つ役割も非常に重要なんだ。どう重要なのよ？ F-35B はステルス性を生かした威力偵察ができるんだ。これは、現代の戦術において極めて重要なんだぜ。確かに F-35B がブンブンしてたら、怖くて近づけないわね。また、出雲や加賀のような軽空母が領空侵犯した敵機を追う F-35B の拠点として機能することで、日本周辺の広大な海域を防衛するための即応性が、格段に向上するんだぜ。なるほど、F-35B を搭載してるだけで、かなり広範囲をカバーできるんだね。そうだぜ。そして、ステルス機能を活用した敵陣への侵入により、目標の位置情報を取得し、それを一蓋式海長距離誘導弾などに連携するんだ。この一連の流れにより、F-35B は単なる戦闘機以上の戦略的価値を持つことになるんだぜ。F-35B は最強のステルス戦闘機なだけじゃなくて、他の兵器と連携して敵を殲滅する戦闘機でもあるのね。ああ。だからこそ、搭載機数が12機程度であっても、これだけの能力を持つ F-35B なら、十分に強力な戦力となりうるんだな。やっぱり、出雲型は空母なんじゃ。まあ、攻撃するためのものではなく自衛するための艦艇ではあるが、
これから導入される F-35B の短距離離陸、垂直着陸能力によって、日本の護衛艦が空母として機能するのは事実だな。確か、安倍元総理が強く望んだ構想なのよね。ああ、安倍総理の日本を守るための構想が現実となった形だな。惜しい人を亡くしたのよ。そんな日本は F-35A を105機、F-35B を42機導入予定で、さらなる小型空母の保有が実現すれば、その防衛力は飛躍的に向上するはずだ。そうね。出雲型は、今後の日本の防衛にとって重要な存在となるんだわ。だが、この動きに対する C 国の反応も見逃せないぜ。何か動きがあったの？現在 C 国は、スリランカの港を拠点に、インド洋で活動を拡大しているんだ。これが日本にとって潜在的な兵糧攻めのリスクをはらんでいるんだ。そうなのね。ああ。そのため、日本は長距離潜航できる潜水艦の数を増やし、海上防衛を強化しているんだな。しかし、防衛の課題は現状だけではこなせないのも事実だぜ。まだまだ足りないのね。それに、課題は正面装備の F-35B や空母だけではなく、弾薬や部品、サイバー防衛、ドローン対策など幅広い分野に及ぶんだ。じゃあ、欲しいものがたくさんあるってこと？ああ。でも予算が足らないんだぜ。だからこそ、最終的に現状の脅威に対抗するには、国民一人一人の力が必要なんだな。税金もっとよこせってことね。いや、政治家も無能な奴らはポイして、その分のお金を軍事費に充てるべきだとマリサは思うんだぜ。今も、無駄な選挙ばかりしてるしね。無駄かはわからないが、政治家はお金を使いすぎなんだぜ。会食なんて、ファミレスでやればいいのよ。ファミレスだと、セキュリティの問題がヤバそうだけどな。まあ、自国を守るための強力な正面装備は必須だが、当然、人員や補助施設、支援艦艇など、まだまだ整備しなければいけない問題が山積みなんだぜ。でも、防衛力の整備を怠れば、日本は力による現状変更を狙う国に制圧されてしまうんだぜ。だからこそ今、日本はその一方出雲型の空母化で、踏み出しつつあるってわけね。ああ。これは単なる防衛ではなく、日本存亡をかけた未来の備えなんだぜ。シーロによる日本周辺での合同演習や日本海での活動は単なる威圧にとどまらないものね。そうだな。歴史的背景を考えてみても、終戦時にはソ連が北方領土を占領しているんだ。これは、北海道を含む北日本を分割統治する計画があったからなんだが、アメリカとイギリスの強い反対により、この計画は北方四島の占領にとどまっているんだぜ。それでもロシアにとっては北海道侵攻は単なる野望ではなく、一時的に放棄した国家防衛の権利として捉えられているはずなんだぜ。確かに、ロシアが突然その権利を主張して、日本有事なんて事態にならないとは言えないわよね。ああ。そして、この論理は C 国が台湾侵攻を国家主権回復と主張するのと同様なんだぜ。C 色の首脳にとって第二次世界大戦はまだ完全には終わっていないのかもしれないわ。そうだぜ。ロシアが北海道を、そして C 国が台湾から南西諸島をそれぞれ戦略的な目標として捉えている可能性は高いんだぜ。これらの状況に対応するためにも、日本自らの防衛体制の強化が不可欠なのね。まあ、結局のところ、C 色は歴史的な未解決の課題として、領土の拡大や影響力の拡大を狙っているからな。第二次世界大戦の終結を境にその意思は凍結されたものの、決して消え去ってはいないんだぜ。日本を目の前にして、いつ野心が再び表面化してもおかしくないんだわ。あくまで可能性の話だがな。でも、油断はできないんだぜ。平和ボケしてる場合じゃないわね。これらのニュースに対して、様々な意見が来ているから紹介していくぜ。行ってみよう。海上自衛隊の護衛艦加賀が F-35B を運用できるようになる。それは、日本の抑止力を再建する始まりになるはずだ。頑張れ我が国日本。若き日を帝国海軍で過ごしたじいちゃんが出雲クラスが就役した時に大喜びしてた。じいちゃんにこの日の勇姿を見せたかったなぁ。F-35B 導入は安倍総理の偉業、必ずや後世の日本人から感謝されるでしょう、といった意見があるぜ。F-35B 着艦おめでとうなのよ。それに、歴戦の戦士をおじいちゃんに持つ人もいるようだな。おじいちゃんかっこいいわね。安倍さんもグッジョブなのよ。ほんとだな。他にもトランプ氏からの優勝プレゼントですね。ついでに F-22 もお願いします。じわじわここまでやっときたな。VTOL とはいえ音速機が乗っかったのはでかい。あとは時間帯あたりの離発着数がそのまま攻撃力につながるぞ。次の空母の名前は何かな？昇格、随格とかかな？正規空母作るなら姉妹艦にすると思うし、イージースアショアの海上版の艦名なら伊勢、日向、扶桑、山城、長門、陸奥などが候補になりそう。日本もこれで空母保有国に仲間入りだという意見もあるな。
次の空母はレイムで決まりなのよ。すぐ沈みそうな名前なんだぜ。まあ、これで日本も空母保有国の仲間入りだな。空母じゃなくて、空母っぽい護衛艦でしょ。そうだったな。また護衛艦出雲型で F35 を運用できることを実証することはとても大事。まずはアメリカの機動部隊や揚陸艦部隊、その他イギリス打撃軍といった F35 を運用する部隊とインターオペラビリティの保有が可能になった。環太平洋、もっと言えば緊張が高まっている北西太平洋、東シナ海での安全保障に対処できる。F35 は二付加機能で巡航ミサイルの迎撃に加担できます。多元ネットワークにも優れていますので、陸海空人工衛星と共有し、彼の意図を察知統合し、我に優位な対策を立てることができるでしょう。日本は大型空母は難しくても、出雲型のような軽空母がもっとあればいいな。もともとこれは、F-35B の米軍海兵隊の有効活用を効果的に行うために、海上基地を増やすことを目的として運用されたもの。いやー素晴らしい護衛艦ですね。近年稀に見る最高の護衛艦、50年に一度の出来ですよという意見もあったぜ。F-35B が運用できるってだけで抑止力になるわよね。ああ。それに、出雲型の軽空母化によって、F-35B と共に米海軍の洋上基地が増えるわけだからな。そうね。でも、これが空母に見える人は一度眼科を受診した方が良いと思うわ。確かにこれはどう見てもヘリ搭載護衛艦だぜ。まずは軍拡を。これからも自衛隊から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。